ねえねえ、見た？見た見た、あの E 級でしょ。すっごいいい体してるんでしょ。顔は普通ってか可愛い系なんだけどね。ウキウキじゃなくて脱ぐとすごいみたいな。そんなイケメンいつ入院したの？知らないわよ私。最初はパッとしなかったんだけど、筋トレしてるうちにみるみる細マッチョになったんだって。本当に？そんなすぐマッチョになるわけないじゃん。失礼します。ソンジヌさん。あ、すいません。いえ、こちらこそすみません。ええー、本当にすごい筋肉。でもこの患者さん、こんなにいい体してたっけ。それで、うん、moleque era magrinho。Nada. Que suco é esse que ele tá tomando? Cadê o cara sumiu, né? Com o bordão dele, né? O bordão do cara foi tão usado que flopou do fake nele. Nunca mais a gente viu falar do cara. O que é isso? Ah, sim. Hoje é o dia de treinamento, mas... O que é isso? É, por causa de Deus, estou bem. Sim, então, mais tarde, vamos para o processo de recepção. Sim, obrigado. Sim, obrigado.はい。連絡先教えていただけませんか。連絡先ですか。はい、よかったらでいいので。退院後に検査結果でも送ってくれるのかな。わかりました。Caralho, agora virou gostosão, né? 皆さんおはようございます。今日のスペシャルゲストはこちら。はじめまして、ベク・ユンホです。ベクハンターといえば、国内に7人しかいない S 級ハンターの一人として日々活躍されてるわけですよね。ダンジョンに潜っていない時のハンターの日常ってどのようなものなのでしょう。そうですね、主に訓練ですね。毎日の鍛錬は欠かせません。常に実戦に近い環境に身を置かないと勘が鈍りますから。毎日ですか、大変ではありませんか。dito isso, Neymar quando voltar a jogar futebol já viu tudo, né? Pode esquecer.私の場合、前職の消防士の頃から訓練の習慣があったというのもありますが、自分の些細なミスで仲間が傷つくかもしれない。そう考えると身が引き締まります。でももうこんな時間。お兄ちゃん。ジナ、おはよう。起きてたんだ。とっくに起きてたさ。車に気をつけろよ。ご飯、昨日の残りが冷蔵庫に入ってるから、ね、お兄ちゃん、体鍛えてる？ああ、ちょっとだけ。なんか背も高くなってない？それも筋トレの効果？え？男って大人になっても背伸びるんだ。じゃあ行ってくる。おい、母さん忘れてるぞ。今日晴れてるし重いからいい。俺のどこが重いんだよ。ああ、もういいって。備えあれば憂いなし。俺、もう行ってきます。行ってらっしゃい。ランニングは後でやるか。先輩、先輩。ステータスのせいだろうか。このまま上げてったらボディービルダーみたいになったりしてな。レベルアップのポイントがまだ余ってるの。さて、どれに割り振るか。É o sub, tem que dar o sub. 先輩、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 先輩。Quem não dá sub é? Pobre, pobre. Tempo, obrigado. Goa, obrigado pelo sub. ダメージを上げるには筋力。でも攻撃が当たらないと意味がない。そのためには速度かな。筋力と速度は両方上げて、体力はあるに越したことはないし、感覚も役に立つ。シノンは魔法と関連がありそうだけど必要なのか。よし、決めた。これでいっか。はい、ソンジヌです。やっと出た。すいません、入院してたんです。分かってます。家賃ですよね。今月の振り込みがまだだったからさ、厳しいようならしばらく待とうか。いや、すぐに振り込みます。
そっか、じゃあよろしくね。体にはくれぐれも気をつけてね。はい、ありがとうございます。ué、vende os itens aí, você já tem leve pra vender? 今俺に起きていることは再覚醒かどうかはわからない。だが、ゴブリンを一瞬で倒せるようになった俺なら、家賃くらい簡単に稼げるはずだ。とはいえ、そう簡単には見つからないか。稼ぐにはランクの高いゲートに潜る必要があるけど、でもいいゲートは E 級ハンターなんかには回ってこないんだよな。再審査を受けてみるか。ランクが上がればいいゲートに潜れるだろうし、注目されれば収入が増えるかも。お前たちは受け入れているのかね。それに立つよな。再覚醒だけでも珍しいのに、レベルが上がってどんどん強くなるハンターなんか聞いたことない。だとしたら余計な注目は浴びそうだろう。マスコミもうるさいだろうし、出る杭は打たれるっていうしな。やめとこう。せめて自分の身を守れるようになって、そしてこの力の正体がつかめるまでは。確認する。どうも、ファン・ドンソクです。ソン・ジヌです。 E 級ですっけ。はい。うわ、この人知ってる。めっちゃ有名な人じゃん。あだ名が確か人類最弱兵器だっけ。 SLV。 Mano, deixa ele solar dungeon todo e começar a ficar conhecido que é o pica. É o pica do rank E, porra! É o melhor do rank E, caralho! Porra, me deu até vontade de jogar um RPG, velho. Abusem pra caralho, obrigado pelo resub de 3 meses, mano. Nanda, eu sou. Oi, oi, yamero! Suimasen de, uchi no mono ga. Ie, E級 nano wa jijitsu desu kara. Mondai nai deshou ka? Daijoubu desu yo. Kazu awase no tame ni doukou shite itadaku dake desu kara.電話でもお伝えしましたが、確認しますね。今回は C 級ダンジョンで入場するには最低8人、半数以上が C 級のパーティーでないといけません。孫さんは戦力外なので戦利品の分配はできませんが、数合わせ代として現金で200万お渡ししますね。 C 級が4人と D 級以下が2人か。わかりました。何をしたらいいですか。荷物運びをお願いします。中で食べる弁当と予備の服や装備、救急箱なんかが入ってます。まさかヒーラーなしで行くんですか。個人の攻撃隊はヒーラーを呼ぶのが難しいってことご存知でしょ。うちはいつもヒーラーなしでやってますよ。タンクとダメージディーラーだけの攻撃隊か。めちゃくちゃだな。それにヒーラーがいないってのは引っかかる。それでは契約書にサインをお願いします。ダンジョン内で起こる事故に関しては一切責任を負いかねるか。どうぞ。Porra, ele entra, mata todo mundo, sai, leva o dinheiro da dungeon todinho. Pronto, mata até os humanos lá, vai fazer falta mesmo. Só rank E nessa porra. Tá bom. どうやら僕たちお仲間のようですね。ユージンホ、21歳の D 級です。僕も数合わせで呼ばれました。Ninguém vai saber, pô. Se perguntarem, fala assim: ah, morreu todo mundo na dungeon, só eu saí vivo. Ué, mas eu não acredito em você, então vai lá e luta, caralho. Vai lá dentro, então, entra lá. Oxi. D-Q de この装備? Coit, さてはボンボンだな。C-Q dungeon. Pay to win! Esse aí é pay to win! Pay to win! Esse cara é pay to win! Eu tô vendo, esse aí é pay to win. Primeiro desse lá. Daijoubu.僕が守って差し上げます。それじゃあ行きましょう。そのリュック重くないですか。大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫です。僕の方が年下なんで敬語使わないでください。分かった。聞きました。ここの事業を受けた会社の社長、2月前に9000億持って海外に逃げたそうですよ。従業員と投資家が嘆いてるんですって。ああ、また空気読まずに喋り続けてました。僕、今まで人の顔色を伺ったことなんてなくて。ここです。うわー、でっかい入り口ですね。こんなでかいのも珍しいな。ドンソクさん、ここって本当に C 級なんですか。って、
かすぎじゃん。協会が調査員を二度も送って確認した上で C って言ってんだから C だろ。ゲートめちゃくちゃでかいですけど大丈夫ですかね。ゲートのサイズはあんまり関係ない。中から漏れる魔力波動の数値が問題。協会で先に数値を測定してランクをつけるんだ。 B 級以上の危険なダンジョン普通大型ギルドの役目だし、 C 級以下はそこまで危なくない。ジヌさん物知りですね。ハンター歴はそれなりにあるからね。とは言ったけど俺も C 級は初めて。俺の後をついてきてください。はい、ジヌさん行きますよ。うん、分かった。ギファン、明かりつけてくれ。はい。エイタポは？なんだここは。モンスターもいないし。明かりもついてませんね。ダンジョンって普通夜光石がついてんのに。真っ暗なダンジョン。カルテの神殿を思い出すな。ジヌさん、夜光石って何ですか？ああ、夜光石は洞窟系ダンジョンでよく見られる薄い光を放つ石だ。こういう壁や足元の岩に含まれていて洞窟の中を照らしてくれる。モンスターの体内から取れる魔法石、ダンジョンから採掘できるマナ鉱石、洞窟の中を照らしてくれる夜光石ですか。なんか間違えそうですね。すぐに慣れるさ。それにしても何もないですね。ジヌさん、モンスターのいないダンジョンもあるんですか？この音いないんじゃない。まだ姿を現してないだけだ。構えろ。暗闇の中で群れをなして行動し、光を見ると駆け寄ってくる生き物。昆虫タイプのモンスターです。昆虫？くそ、昆虫だと。同族さん、何か見えません？いや、何も見えねえ。まさかここアリノスなんじゃ。はぁ、アリはやめて。人が近づいてくる。vai ter umas lagartas aí? 穴多すぎだろ。うるせえ。上だ。おい、essa。Besouro? これが奴らの気を引く。はい。ジヌさん、僕のそばから離れないでください。あ、formiga。してなども。ó、oh, deu isso aí é frenesi。虫たちが全部ファンさんに。挑発する。あ、frenesi。蘇生式反応。ジヌ。Não, como é que é o nome dessa habilidade? Não é frenesi, é um taunt, mas tem um nome pra isso que a gente usava no Ragnarok. É taunt provocar, mas tem um outro nome, é... Provocar. O nome é provocar, é isso mesmo. いい連携だ。長い間このメンバーでやってきたってのがよくわかる。Mano, acal God pra você poder upar. Se eu tivesse nesse mundo assim, eu montaria uma dungeon que eu teria um mago, um healerzinho de Keké. Tá ligado? Um mago, cara, uma dungeonzinha de boa. Dois guerreiros, né? O paladino, o caçador, né? Tanto faz. Não, bota aí uns dois guerreiros, um caçador, um mago e um healer. GG. Os guerreiros ficam lurando os bichos, o mago jogando magia, tá legal? Nossa, GG. Zutto healer ga inakatta kara nanoka. Ya ya. Guerreiro é tanque, tá? Quando a gente chama guerreiro é tanque. O que lura sempre é tanque, chat. Sou de jitsuryoku wo minatteru kanji da na. Minna umaku yatteru kedo.こいつで最後か。迅速。はい、残敵ゼロ。片付きました。よっしゃ、終了。魔法石はすべて持ち帰って7等分だ。あー、たぼんけ、かぼ。たぼん。たぼんかでけ、まん。この瞬間が一番幸せ。みーずー。さっきは助かりました。発見が遅れてたらと思うと。いえ。どうして上から来るって分かったんですか？
勘です。勘が鋭いんですね。助かりました。道作さん、これ見てください。こいつらの傷、剣の切り傷じゃないな。ですよね。魔法による火傷でもありません。こいつみたいに噛みちぎられて死んだようなのが一匹や二匹じゃないんですよ。モンスター同士で縄張り争いでもしてたのか。ってことはこいつらよりも強いモンスターがいるってことですよね。ほう、この虫どもを餌にすることの大物。見ました、僕がモンスターをやっつける姿を。ああ、ジンホ、その剣と盾結構しただろう。え、あ、はい、初めてのレイドなんで父さんがいいのを買ってくれたんです。そうか、うまく説明できないが気をつけた方がいい。今のなんすか、爆弾ですか。落ち着け、ここじゃよくあるやつだ。ああ、ギルドマスターがトレーニングしてるんだ。えい、イエスマン。すっげえ、あんなでかい岩を一撃で。肩慣らしにもならなかったな。えい、イエスマン。おい、誰か掃除を頼む。長いっすね。ダンジョンの広さはランクと関係ないんでしたよね。魔力波動の数値でしたっけ。つまりこのダンジョンはでかいけどスカスカってことですかね。だな。でもフランコ、menino ね。荷物持ちは大変ですよ。フランキンはいるな、シャーチ。ジヌさん、大丈夫ですか。これくらい大したことはない。戦闘せずに報酬がもらえるなんて悪くない話さ。悪くない話。いや、うますぎる話だ。何かが引っかかる。歴戦のパーティーなのにヒーラーがいない。数合わせも必要。また死にかけかよ。ナイス。ああ、にしても変だな。結構悪いために無傷のモンスターをまだ一匹も見てない。さっきから死骸か死にかけばっかですね。ボスはどっかにいますよね。いないならゲートが開くわけないだろう。待て、ギュア、先を照らしてくれ。はい。Agora eu quero ver. O Sura ficou nos aqui, ó. O Sura aí, ó. Ixo. これなら弟さんも指くわえそうですね。おい、こら、弟さんの話を気がすくすんじゃねえよ。ドンス、言っただろ、いつもいつもお前が正しいわけじゃねえ。いつまでも弟にペコペコしてる兄貴だと思うなよ。こいつを元手にうちの攻撃隊もでかくなってやる。マジだな、ボタン。7等分すれば1億以上はあるじゃん。どうやって運ぶよ。ジヌさん、サインした契約書を見せてください。僕、法律に詳しくて。ああ、すいません、ちょっといいですか。あ、これジヌさんの契約書ですが、戦利品の分配についてしか書かれてません。マナ鉱石は出土品で戦利品じゃありませんから、7等分じゃなくて8等分するべきじゃありませんか。もちろんです、公平に分けましょう。ちゃんと分かってますよ。ですが、その前にあれを始末しないと。お、彼レガオ。ダンジョンボス。ご存知でしょうが、ボスを倒すとゲートが閉ざされます。あの雲を倒す前にマナ鉱石を掘って運び出さないといけません。幸いなことに眠ってますし、掘るのは今がチャンスかもしれませんね。チョルジン、そう。Alguém vai fazer merda。まさかマナ鉱石がこんなにあるなんて思わなくて、運搬装備は車に置いてきちゃいました。おい、ちゃんと持ち歩けっていつも言ってんだろ。ほんとすみません。申し訳ないですが、お二人でここを見張っててもらえませんか。装備を取りに行ってきます。え、ボスの部屋なのに僕とジヌさんだけですか。大丈夫ですよ、腹がいっぱいなのかよく眠ってます。
刺激さえしなければ。ah, era pra deixar eles de isca, né? だけど。Ah, chamou eles pro monstro comer eles e ele voltar e ficar de boa, tá ligado? E aí eles conseguem tirar tudo, pô. Yukun wa Raid 初参戦でしたっけ? Son san mo C級ダンジョンは今回が初めてでしたね。俺を信じてください。いいですね。うちのメンバーに話したいこともあるんで、ついでに一服してきます。規定では C 級ダンジョンを攻略するのに8人必要だ。ジンホと俺を除くと攻撃隊のメンバーは6人。うちはいつもヒーラーなしでやってますよ。いつもって言ってたってことは C 級ダンジョンは何度も経験済み。普段から数合わせに使ってる人間がいるんじゃないのか。ギュアン、ボスの部屋の入り口を塞いでしまえ。裏切られたんですか。カラーよ。あいつらたまにいるんだ。ろくでもないやつが。危険な仕事だから事故なんて日常茶飯事だろ。ところがいざ事故が起こっても世間に知れ渡ることがないから犯罪を犯しても露見しないんだよ。ダンジョンの中には防犯カメラもないし、全員抹殺してしまえば証拠も出ない。そうやって弱い者を敵をおびき寄せるおとりにしたり、見捨てて逃げたり、要するにトカゲの尻尾切りだ。これっぽっちのマナ鉱石のために僕たちを殺そうとするなんて。僕が契約書とか余計なことを言わなかったら。いや、いずれにせよ下手に動けばすぐさま俺たちを殺す勢いだったよ。Fudeu. F. Vai dar um jeito sim, Playboy. Valeu, quero ver o nível que vai estar pra ele. Vai estar em vermelho, será? O moleque era todo medroso, agora tá ficando todo. Zengentekai. Jinho, Ugokan. Por que não tá mostrando o nome pra ele? Eita porra! Orenga Taosio. Tomar no cu! Mano, tá vendo? Aí eu não tenho mais episódio pra assistir.